ブドウワイン醸造というと、通常、ブドウなどの原料を選びから、2度にわたる発酵を経て、瓶に詰めるまでの、ワインの製造過程のことを示す。ワイン製造の歴史は、数千年前にまで遡る。ワイン醸造やワインについての科学は、ワイン学と呼ばれており、また、ワインを作る人は、ワインメーカーや、ビントナーと呼ばれる。ブドウを栽培する技術、学問を英語で、 ビティカルチャーというが、ブドウの品種は幅広い。ワインの醸造法は大きく分けて二つあり、通常の製造法と、スパークリングワイン製造法というものがある。赤ワイン、白ワイン、そしてロゼは、他の主要なワインの分類である。ほとんどのワインは、ブドウから製造されているといえども、それは、他の植物を材料に作られていても良い。他の低アルコール飲料には、 水と蜂蜜を発酵させて作る蜂蜜酒や馬の乳を発酵させた馬乳酒等も含んでいる。プレス作業によって抽出される成分が書いてあるブドウの解剖図最初に収穫したブドウをワイナリーという建物に持ち込み品質などによって選別した後発酵させる。この段階より赤ワインの製造法と白ワインの製造法に分かれる。赤ワインの場合 赤ぶどうか黒ぶどうの蒸すとより作られ、また発酵はワインに赤い色をつけるぶどうの皮の成分とともに行われる。白ワインも同様に絞ったぶどうからジュースを抽出することによって発酵という作業を通して作られるのだが、その際ぶどうの皮は除去される。たまに白ワインは ブドウの皮との接触をできるだけ抑えるという技法で赤ブドウを材料として製造される場合もある。ロゼという品種のワインはピンク色をつけるのに十分な長さの分黒っぽいブドウの皮に接触させる。もしくは赤ワインと白ワインを混ぜたりするような特殊な技法を用いることによって独特のピンク色を出すことができる。白ワインや ロゼワインは皮に含まれるタンニンをあまり抽出せずに作られる。ムスとワインにおいての一時発酵を開始するためには酵母が加えられるか、酵母が空気中やブドウ内において存在することが鍵となる。白ワインの場合、酵母はジュースに直接加えられる。酵母を加え、発酵を行っていると、やがて二酸化炭素がブドウ果汁のうちの多くの糖分を アルコールと二酸化炭素に変えるようになる。その後いずれに酸化炭素は大気に失われる。一時発酵が終わった後、フリーラン荷重いうものがポンプを使ってタンクに送られ、液中の皮を圧搾して残りの荷重とワインを抽出する。その後、製造者の裁量でプレス荷重がフリーラン荷重へブレンドされた後、ワインは暖かい環境に置かれるのだが、 その際ワイン内の糖分はアルコールとに酸化炭素に変化する。赤ワインの製造における次の作業はマロラクティック発酵というものである。これは液中のシャキシャキした青リンゴから抽出されたようなリンゴ酸を乳酸菌の働きにより滑らかで柔らかい乳酸に変換させワインの味をまろやかにする作業である。また赤ワインは時折数週間または 数ヶ月間、オークソンに移して成熟させる場合もある。こうすると、ワインに、樽の香りとタンニンをワインに与えることができる。また、それ以前に、ワインは、寝かして、済ましたりするなどして調節することも大事なのである。ブドウを収穫して調達してから、ボトリングされて飲まれるまでの間には、ボージョレヌーボーのように、数ヶ月しかかからない場合もあれば、高濃度の酸。 三人、単にまたは、糖分が、高ワインのように、20年以上かかる場合もある。しかし、たった1年後よりも5年後に、味わいが良くなるものは、赤ワインで10%、白ワインで5%ほどしか存在しないという、研究結果も存在する。ワイン醸造者が目指しているワインの質などによっては、これらの今述べたような作業を省いたり、組み合わせたりすることもある。また、 同等の品質を持ったワインの多くは、ある生産方法に類似こそしているも、明らかに違ったやり方で生産されており、品質は出発材料の属性によって決められるので必ずしも、醸造中に取られる措置ではない。その場合、以下のような手順が取られる。スパークリングワインやシャンパンといったものの場合、付加的な二次的発酵というものが、ボトルの中で自然と行われ、 ワインの中に閉じ込められていた二酸化炭素が溶け、独特の泡が発生するのである。また、甘みの強いスイートワインや、半辛口のオフドライワインは、内部のすべての糖分が、エタノールに変換される前に発酵を阻止し、残存糖が、液中に残るのを許すことによって作られる。これは、ワインを冷却したり、硫黄などの添加剤を加えたりして、酵母の活動を抑制させるか、 滅菌の化して、液中の酵母やバクテリアを除去するなどして行われる。甘口ワインというものは、初期の果実の糖度の凝縮を、ブドウの収穫時期を遅らせたり、またはブドウを凍結させたり、さらには果実を、灰色カビ病の原因となる、ボトリティスシネレアという菌を用い、脱水させてつるや棚、すだれなどに寝かせて、レーズンのような状態にするよう促したりすることによって、 より濃縮させた上で作られる。他の糖度が大きいワインだと強めの糖分、エタノールが酵母活性を遅らせるので発酵は自然に停止する。同様にポートワインのようなアルコール度数の強いワインとなってくると決まった時期に発酵を止め目標とされる糖分レベルに達した際にアルコールが入量を調整するためにコープルーフの ブドウを原料とする蒸留酒が別に加えられる場合もある。他のケースだとワインメーカーはブドウ酒とは別に甘いブドウジュースを用意しておき発酵が終了したワインに追加する場合もあるのだがこれはドイツ語でズースレゼルブと言われ知られているテクニックである。なおこの作業は処理や有益な使用を必要とする汚水、絞りかす、檻などが必然的に発生する。 偽物のワインは、ブドウを使用せずに、主に水やエタノール、アミノ酸、砂糖、有機の化合物などで製造される。ブドウの品質は、ワインの品質を決める、第一の要素であり、その産出地域における季節の気候や品種、土壌の鉱物及び酸性、収穫の時期などに影響される。こういったブドウに影響する栽培環境などの、情報を、 テロアールという。ワインに使われるブドウは、普通、北半球では9月上旬ら12月上旬にかけて、南半球では2月中旬から3月上旬にかけて、ブドウ園にて収穫される。ただし、タスマニアのような、南半球の比較的涼しい地域においては、収穫の時期が5月ぐらいまで伸びる場合もある。ワインに使われるブドウで最もありふれた品種は、 ヨーロッパブドウであり、これはヨーロッパ産ブドウのほとんどを占めているものである。自動系取り木ワイン醸造における収穫は、その名の通りブドウを摘み取ることであり、ほとんどの場合ワイン醸造における最初の作業となっている。ブドウは手作業か機械で収穫される。収穫する品種などは、糖分、酸ともしばしば書か,かれる、で表される、適定可能な酸の濃度。 ブドウの pH などを参考にした上でワイン製造者が決定する。それら以外の考慮すべき事情といえば、生物季節学的な果実の成熟、液化の風味やタンニンの発達などが挙げられる。ナイトハーベストを行っているワイン製造者機械式、収穫機は大型のトラクターであるが、格子網状の作りをした鶴に実っている果実を果軸から 硬いプラスチックもしくはゴムの棒で叩き落とす機械である。この機械は比較的短時間で広範囲に分布しているブドウを物色でき、また収穫された1トンあたりのブドウにかかった労働力への投資を最小限にできるという利点が存在する。一方で機械式収穫機の欠点としては、 ブドウではない外来のもの、とりわけ茎や葉などを一緒に取り込んでしまうことであるが、ブドウの鶴が絡まっている格子を呼び、ブドウの林間部分の構造次第では、カビタ、ブドウ、鉄くず、石、さらには小動物や鳥の巣までも混入してしまう、恐れもある。ワイン製造者によっては、機械を用いての収穫を行う事前に、鶴についている鉄くずや葉を、 果実の中に混入しないよう取り除いておくパターンもある。自動除光器の中央部分。小さい円形のスロットの上にあるヘラ状の部分が回転して大きな塊の茎を取り除く仕組みとなっている。茎をもぎ取られたブドウは丸いスロットの中に放り込まれる。だが、ごく少量の茎粒子はワインの適度な担任構造のために保たれることが望ましい。米国では ブドウジュースの無差別的な、摘み取り及び、果汁の酸化還元反応を阻止するため、機械式収穫機は、高級ワインの製造ラインにおいては滅多に、使用されない。だが、オーストラリアやニュージーランドなどの別の国々では、労働力不足のため、機械式収穫機でのブドウの収穫が、一般的である。手作業での収穫は、その名の通り、手を使って一つ一つ。 果実を房からもぎ取っていく行為である。米国では、収穫機を使わずに手作業で収穫したブドウは、ワイナリーへ輸送する前に、1トンもしくは2トン瓶へ、分割される。手作業においての収穫は、ブドウ酒作りに精通した人が、売れたブドウと売れていないブドウより正確に区別、できるのみならず、病気やカビなど、様々な欠点があるブドウさえ瞬時に見抜くことが、 可能という欠点を合わせ持っている。これは、一組、または一つのタンクに、品質の劣ったブドウが混入することを防ぐための、効果的な第一の防御線となりうる。助行は、その名の通り、ブドウの果実である部分と茎の部分を分別する、作業である。ワイン生成手順によっては、結果として生じるワイン中の単人濃度や、植物性の風味を低下させるために、 この作業が行われることもある。昔の人々はワインを製造する際に裸足でブドウを圧搾していた。ワイン醸造の螺旋状コンベヤ除光破砕機の上に配置されているコンベヤは放り込まれたブドウの塊を最初に破砕する。ついで茎が除去され、荷重、皮、種子などは底面から排出されるが茎は後端部から排出される。破砕は ブドウを優しく圧搾して皮を剥き、果実の内容物を有利させる作業である。より伝統的な、あるいは小規模のワイン醸造だと、裸足もしくは安価な破砕機を用いての作業が行われる。なおこういった場合は、ほぼ同じタイミングで除光が行われる。しかし、大規模なワイン醸造であれば、機械を用いた、茎取りや破砕が行われることが多い。 除光が行われるときは赤ワインの製造か白ワインの製造かで異なる。白ワインを作る際には砕かれた果実とともに茎の部分も圧搾機の中に放り込まれ速やかにプレス作業が行われるケースもある。混合物の中の茎の存在は果汁が平らにされた皮を通して流れるのを助けることによって圧搾を容易にし、やがてドウの茎は 圧搾サの端に蓄積する。赤ワインの場合、茎はタンニンの量が比較的多いので発酵の前に取り除かれる。その代わり赤ワインには人工的に植物性の香りをつけることが可能である。ブドウが必要以上のタンニンを含まない場合、ワインメーカーによってはあえて一部の茎を残す場合もある。これはブドウの茎が 熟した状態であったり茶色に変色し始めていたら、より受け入れられることである。製造過程における茎の切除というものは、ブドウに余計な量の単にを抽出させないということを意味する。これらの場合、茎を切除されたブドウは、皮とその中の果実の部分を分離するために、二つのローラーを通過しなければならないが、それは、ドウの皮膚組織の度が過ぎた引き先などを、 引き起こす程度ではない。特に、ピノノワールやシラーなどといった、デリケートな品種においては、部分的な炭酸ガス浸順によるフルーティな風味の維持のため、ブドウのすべて、または一部を砕かずに残す場合もある。破砕されたブドウが、破砕機から出ていく、様子ほとんどの赤ワインの色は、使用したブドウの皮の色に由来している。従って、絞られた果汁と火の関係は、 色素抽出物の欠かすことのできない要素である。赤ワインは茎を取り除き破砕した後、発酵の始めから終わりまで常に果汁と接触した状態で、果皮はタンクに放置されるといった形で製造されている。だが、未熟成果実の果汁と皮との入念なプレスにより、赤のブドウから白ワインを作り出すことは不可能ではない。一方で、白ワインの場合だと、 ブドウの破砕や茎取りが行われることなく処理され、すぐに、機械へブドウを投入するケースが多い。これは、果実の皮や種子から、タンニンの抽出を避けるだけでなく、適切な果汁の流れを、バラバラになったブドウではなくて、ブドウの房のマトリックスを通して維持させるためでもある。状況によっては、皮同士を接触させるために、ワインメーカーが3から24時間ほど白ブドウを、 破砕することもあり得る。これは、皮の部分からフレーバーと、担任並びに、重種積算塩の沈殿に関連するカリウムや、イオンをも抽出する役割がある。またそれは、過度に酸性なブドウに望ましい、果汁の pH の上昇をももたらす。これは1970年代より、今日まで行われているプロセスであるが、カリフォルニアのソービニオンブラントシャルドネの栽培者を、 中心に実践されている。ロゼワインだと果実は粉砕され、皮はワインメーカーが望むワインの色を抽出するのに、十分な長さだけ果汁と接触させた状態にさせる。通常ムスとは圧力をかけて潰され、いかにも白ワインを作っているかのごとく発酵をワインメーカーが続かせる。一方で、酵母はブドウの果実の上にあらかじめ存在しており、 粉状の外観として見えることがしばしばである。一時発酵、またはアルコール発酵は天然の酵母によって行うことも可能だが、既存の酵母だと予期せぬ結果をもたらしかねないため、ムストに培養酵母が添加されることもある。天然の発酵体に頼った際の主要な問題点の一つとして、発酵が完全に終了することに失敗することであるが、言い換えると、これは、 糖分が完全に発酵できなかった状態とも言える。占術した方法だと、ドライワインを甘くすることさえ可能なのである。だが、この方法だと、天然の発酵物は、しばしば複製生物としての不快な酢酸の生成を引き起こす。発酵途中の赤ワイン一時発酵の間に、酵母細胞は、二酸化炭素とアルコールを生み出しながら、 蒸すとの糖分を栄養として徐々に増殖していく。発酵最中のワインの温度は最終生成物の味及び発酵速度に影響を及ぼす。赤ワインの場合だと22摂氏25度、白ワインだと15摂氏18度に保たれる。砂糖1ムの糖分によって0 5ムのアルコールが生成されるので12%のアルコール濃度を達成するには ムストの糖分濃度が約24%でないといけない。ムスト中の糖分濃度は測定された密度及びムストの重量から算定されるのだが、それらは検討系と呼ばれる特殊な比重系の助けを借りて判別する。ブドウの果実そのものの糖分濃度が低めの場合、また別に砂糖が追加されることもある。しかし、より商業的なワインの生産に関しては、 ほとんど作業は生産地の規制の対象となる。強めのアルコールに耐えられる酵母を用いると12%以上のアルコールが有量を達成することができる。いくらかの酵母は液中で18%以上のアルコールを生成することができるが高いアルコールを形成するためには通常追加の糖が添加される。ワインのアルコール発酵中または発酵後に 特定の菌種がリンゴ酸をより穏やかな乳酸に変える間に二次発酵を行うことができる。この発酵は初毛の細菌を摂取することによって開始される場合が多い。古代の人々がワイン作りの時にプレス作業を行っていたところワインにおいてのプレス作業はブドウやブドウの皮からジュースとワインを分別するために果実やポマースに圧力をかける行為である。 プレス果汁は、フェノール系の化合物の放出、増加のために、品質が低い。それらの化合物は、プレスされたブドウとともに、液中で近くされる薬草のごとき味の原因となる。この作業は、必ずしもワイン作りに必要なことではない。ブドウが粉砕されると、醸造に利用されることも、ある大量の果汁が自然と有利する。これがいわゆるフリーラン果汁である。 典型的には、このフリーランカ汁というものは、プレスカ汁というものより高級である。しかし、プレスカ汁の方が希少なフリーランカ汁に対し、簡単にワイン中の15%から30%を占めることができるため、多くのワイマリーは、プレスカ汁を多く使っている。稼働する面と固定された面との間に、ドウの皮もしくは、ドウ全体の房を配置すると、すぐに、 プレス機が作動し、二つの表面との間の溶石をゆっくりと狭くしていく。現在のプレス作業は、プレス周期の持続時間と果実にかける圧力をあらかじめ決定した上で行われ、通常0バールから2.0バールにまで上昇する。時には、ワインメーカーは、プレス果汁の流れを分けるための圧力をかけるのだが、その技術は、プレスカットと呼ばれる。 圧力が増加するにつれ、ブドウの皮から果汁へ抽出される、タンニンの量は、莫大なものとなり、しばしばプレス果汁を渋いものあるいは刺激の強いものに、することがある。また、果実中のブドウ果汁成分の存在位置のために、プレス果汁や、プレスワインは、フリーラン果汁、ワインより、pH が高く、酸性度が低い傾向がある。近代以前のワイン醸造においては、 プレス作業は木製の圧搾機を使って手動で行われていた。木製圧搾機は固定板とその上に取り付けられてある木製のシリンダーに下方へ押し付けることが可能な可動プレートがあるという構造である。プレス機の操縦者は葡萄やその絞りカスを木製シリンダーに積み込み、さらに天板を所定の位置に置いて荷重が下方へ流れるまで加工させる。 やがて荷重の流れが弱くなってくると、板は再び固定される。このプロセスは、プレス荷重、または、ドウ酒そのものの品質が、標準以下に達する、もしくはすべての液体がプレスにかけられたと監督者が、判断するまで続く作業なのである。1990年の初期以来、現代の機械式木製圧作機は、高い歴史を誇る。 木製圧搾機の穏やかなプレス作業を探求している高級品志向のワイン製造者によって復活した。バスケットプレスは比較的コンパクトなデザインをしており、絞りかすはプレス機を離れる前に荷重が移動するのに比較的長めの経路を提供する。世界遺産となっているブドウ畑にあるプレス機赤ワインのバイムストは液体から皮や他の固形物を分離する。 第一次発酵の後、プレスにかけられる。一方白ワインの場合だと、液体は発酵の前に分離される。ロゼワインの場合となると、ブドウの皮は液体に、独特の色を着色するために、少しの間、ムスとと接触させる。いくらかのとしつきが過ぎ、ワインがしっかりしたものになったら、ワインは液中に残っている、死んだ酵母、または残存した固形物から分離され、 そこから第二次発酵を行うために液体は新しい容器に移されることとなる。ピジャージュとはフランス式のワイン作りに関する用語であり、開放式発酵タンクにおける伝統的な葡萄踏みつぶし技法のことである。特定の種類のワインを作るため、ブドウは専用の破砕機にかけられた後、開放式の発酵タンクへ注がれる。発酵が始まると、ブドウの皮は 発酵過程で生じる二酸化炭素の力によって表面に押し出されるのである。この際に生じるドウの皮及び他の固形物の層は、キャップと普通呼ばれる。皮は、タンニンの源であるがために、キャップは、毎日液体を通して混合され、そして、桶を通して叩かれる必要がある。冷却による安定化というのは、 液中の主石酸塩の結晶を還元する作業である。ワインの中に存在する主石酸塩の結晶は砂の粒のごとき外見をしており、それらはワインのダイヤモンドもしくはワインクリスタルという名称でも知られている。またそれらはカリウムと主石酸の結合で成り立っており、一見すると液中で沈降しているように見えるが、実はそうではないのである。 第一次発酵が終わった後、液体は1から2週間ほど冷凍状態に近づくようになる。これは、主酸ジ塩の結晶がワインにより分離し、容器の側面の結晶が付着することを引き起こす原因となる。ワインが容器の中から流出されると、主酸ジ塩がその中に残される。またそれらは、非常に低い温度の中で備蓄されているワインの容器に、 注ぐことも可能である。ワインの発酵が行われている鋼鉄の円筒と内部で液体の熟成が行われているオークソニ液中のリンゴ酸を特殊な菌を利用して乳酸へ変えるマロラクティック発酵及び3ヶ月を要する熟成過程においてワインの発酵は非常にゆっくりと進行していく。液体の酸化を防ぐためワインは エアロックされた特殊な容器に保管されることとなる。ブドウにおける、タンパク質は分解され、残存の酵母細胞及びブドウ由来の他の粒子は、沈殿する。その後やがて主積酸カリウムもまた積出し始め、ボトリング後の主積酸塩結晶が出現されるのを、防ぐための霊安定化によって、それらを補強することができる。 これらの家庭の存在により、もともと濁ったワインが済むようになるのである。またこの過程において、一旦ワインを棚に収納することも可能なのである。二次発酵というものは、どう酒製造者の目標に応じ、数立方メートルの大型ステンレス構成容器、オークソン及びガラス製の大瓶にて普通行われる。一方で、 オークソンで熟成されなかったワインは液体の最終的な味覚に影響を及ぼさないステインレスコなどからできた容器で発酵が行われる。望まれる味において、ドウ酒をステインレスコの中で完全に発酵を終わらせたりするか、またはその中で一時的に発酵させた後、オークソンに注いで保管させるということもなされる。オークソンへ注入する作業は、 第一次発酵が非木製の容器にて行われた際に一種の補いとしてよく行われる作業である。これはより安価なワインの醸造過程においてよく行われる作業である。また、初心者のワインメーカーは醸造中に大型のガラスでできたデミジョンと呼ばれる瓶に一旦ワインを移す作業を行うことも少なくない。デミジョンという瓶は およそ4.5から54リットルの容量が存在する。用いられる容器は、醸造中のワインの量、それに使用されているブドウの品種、およびワインメーカーの意図に依存する。マロラクティック発酵は、乳酸菌がリンゴ酸を物質代謝で乳酸と二酸化炭素に変化させた際に起こる。これは、特別に培養されたバクテリアの菌種が液中で、成熟したワイン。 または、未培養の乳酸菌が液中に存在するワインによく行われる処置である。マロラクティック発酵は液中の高濃度のリンゴ酸が不快で、ひどい苦味を生む一方、乳酸はより穏やかで酸味が少ないので、リンゴ酸の濃度が高いワインの味を高く向上させることができる。乳酸は主に乳製品の中に存在する酸である。 この作業を行うことにより、ワインの全体的な酸の量を減少させることが可能なのである。なぜなら、リンゴ酸には2つの素元が存在するが、乳酸は素元が1つしかないからなのである。だがしかし、液中の pH は常に監視され、白ワインの場合は pH が3.55、赤ワインだと3.80を上回らないようにする必要がある。 おおよその pH は 1g5 トリットルの主石酸添加に対し0.1単位の割合で減少させることができる。マロラクティック発酵における乳酸菌の作用はいくらかのシャルドネが液中の細菌によるジアセチルの生産のためにバターのような風味を仕立て上げることが可能な理由なのである。ほとんどの赤ワインは 完全なマロラクティック発酵を経て、液中の酸を減少させ、二度目のマロラクティック発酵が起きる可能性を排除する。一方、白ワインの場合、マロラクティック発酵の使用法は様々である。中でも、軽めの方向性ワインは、一般的にマロラクティック発酵を経ない。損じ込みのシャルドネのようなもっとコクのあるワインとなると、 マロラクティック発酵にかけられる方が一般的である。場合によっては50%未満の部分発酵というものが行われることもある。ワインに含まれる二酸化用の量を調査している様子ワインが容器の中で熟成が進んでいるかどうかに関わらず、テストは定期的に研究所にて行われ、ワインの状態をチェックされる。一般的な実験においては、ブリックス、 pH, 酸度、残存等、硫黄、揮発性酸度に、アルコールの濃度まで厳しくチェックされるのである。追加のテストは、主席酸の結晶化及び熱不安定性タンパク質の液中における沈殿のためのものが含まれており、このテストは、白ワインにのみ限定されるテストである。これらは主に、ワインの瓶詰め作業の直前に行われることが多い。 これらのテストの結果に応じ、ワインメーカーはそれに適当な処置、例えば二酸化用の添加などを行うことが可能である。後に、感能検査といったものも行われるようになり、これらに対応して、ワイン製造者は、どう酒の味を穏やかにするためのタンパク質添加などの処置を行うことができる。ブリックスとは、葡萄果従内の可用性固形物の一つの尺度であるが、 これは必ずしも砂糖に限ったことではなく、塩、酸、さらには、タンニンなどの様々な固形物も含まれており、これらは時にはトータルデッソリューションソリッズとも呼ばれる。なぜなら、糖というものは、ブドウ果汁の中の主要な化合物なのであり、この計算単位は有効的に糖分の尺度となるからなのだ。ブドウの糖分レベルは、 ブドウの成熟度の間接的指標とともに、ワインの最終的なアルコール含有量をも決定する。ブリックスは 100g の溶液あたりの重さで測定されるため、20BX は 100g の溶液に 20g の化合物が溶けているということを意味している。他にも、エスクレ、ベアウメなど、多くのブドウ果汁の糖度を表す尺度が存在する。 フランス語由来のボーメドにおいては、1BE は約1%のアルコールに相当する。また、1BE は 1.8BE の糖分濃度に等しい。これに従って1%のアルコール含有を達成するために、ワイン製造者は 100ml あたり 1.8g の糖分もしくは、1リットルあたり 18g の糖分を添加する。 これは、一部の国やカリフォルニア州などで違法とされている、補党法とされている。ブリックスは、通常、屈折系もしくは比重計で測られ、一般的に、比重計は安価な代用品とされている。揮発性酸度のテストは、蒸気上流可能な酸が、液中に存在するか確認するためのものである。主に存在するのは、酢酸、乳酸、落酸、 プロピオン酸に異議酸である。通常、これらの検査は現金を通して行われるが、HPLC、ガスクロマトグラフィー、酸素法などの方法も存在する。健全なドウに見られる、揮発性酸度は微生物代謝の副産物であるが、故に、無視することが可能である。なぜなら、 酢酸菌は増殖するために酸素を必要とするため、ワイン容器の空気を除去してくれるだけでなく、二酸化用の添加も菌の増殖を制限するからである。カビの生えたブドウを拒否することにより、酢酸菌に関連した問題の発生を防ぐことが可能である。二酸化用の使用や、濃度の低いビタミン A の摂取といった方法で、サッカロミケスの菌種を生産することにより、 酢酸生成酵母が抑制される可能性が存在する。ワインから揮発性の酸性度を除去するための比較的最近考えられた方法は逆浸透というものである。混合法というものはビタミン A の濃度が高いワインにも役に立つ方法である。露化することができる。またビタミン A の濃度が低めのワインの場合は酢酸のレベルを 間隔域地以下にすることも可能なのである。液中の二酸化溶というものは、比較的単純な実験装置で容易に測定が可能である。それには、複数の方法が存在する。典型的なタイプのものはサンプルをリン酸で酸性化し、有利した二酸化溶を蒸留し、過酸化水素水の中に集めるというものである。もう一つの方法は、 二酸化用と過酸化物は反応すると硫酸が生成されるという原理をうまく使い、指示薬を用いて終点まで液中の水酸化ナトリウムで滴定し、必要とされる水酸化ナトリウムの量を用いて算定する方法である。この方法は赤ワインに関連した不正確さ、非効率な凝縮器過度の吸引速度を有するが、その結果には再現性が存在し、 わずか2.5から5%誤差がある。それにはワイン中の二酸化用のレベルを制御するのに十分である。いくらかの特殊なワインは、製造者の望む味を達成するために、ボトリングの前に別のワインとの混合がなされる。ワイン製造者は、異なる条件下で生産された、異なる種と損番号からなるワインを混合することによって、 知覚されたワインの不十分さを訂正することができる。こういった調整は、液中の酸やタンニンのレベルを調整するのと、同程度に、簡単なものから、一貫した味を実現するために、いろいろな品種やビンテージを混合するような、複雑なものにまでなり得る。清澄剤は、ワイン製造中にタンニンを除去し、渋みを低減し、ワインを曇らせるような粒子を除去するために使用される。 どのタイプの成長剤を使用するかは、ワイン製造者が決め、これらは、製品、種類ごとに異なる場合がある。また、ゼラチンは、何、世紀にもわたって、ドウ酒の製造に使用されており、ワインの成長化の伝統的な方法として、認められている。これはまた、タンニン含有量を減少させるために、最も一般的に使用される薬剤でもある。しかし一般的には、 ゼラチンはワインには残っていない。なぜなら、ゼラチンがワインの成分と反応すると、ワインが透明化し、そこからまた沈殿物を形成した後、最終的に瓶詰め前のろ過によってすべて除去されるからである。ゼラチンの他にも、ワインの成長剤には、微粉カカリウムカゼイン酸塩、卵白、卵アルブミン、黒海、お牛の血液、ニベ、 ポリビニルポリピロリドン、リゾチーム、およびスキムミルクなどのように、畜産物に関連したものが多い。一部の方向ワインには、蜂蜜や卵黄の抽出物が含まれている。畜産物系のタイプではないろ過剤が、ワインに用いられることも、少なくない。その例として、ベントナイト、ケイソード、セルロースパッド、紙および膜のフィルターなどがある。 ワインにおいて、最も一般的に使用される、防腐剤は二酸化用であり、通常、液体二酸化用、ソルビン酸、カリウム、ナトリウムおよびピロアリュー酸カリウムのいずれかの形態で、ワインに添加される。二酸化用は、主に二つの作用を有する。第一に、抗微生物剤であり、第二に、抗酸化剤としての役割である。白ワインの製造においては、 それは発酵の前及びアルコール発酵が完了した直後添加することが可能である。アルコール発酵の後にそれを添加した場合、マロラクティック発酵や細菌腐敗を防止、または完全に停止して酸素の有害な影響から液体を保護する効果がある。普通、1リットルあたり 100mg までの添加物を添加することができるが、 有利したもの及び利用可能な二酸化用は、吸引法により測定され、最低でも3 0ラムリットルには調節されるべきであり、そして少なくとも瓶詰めまでには、このレベルに保たれる必要がある。ロゼワインの場合は、添加量自体を少なくする必要があり、使用可能なレベルは1リットルあたり3 0ラム以下でなければならない。さもないと、 マロラクティック発酵の終わりに使用され、白ワインの場合と同じ機能を果たすことになる。しかし、赤色の色素が漂白されるのを避けるには、少量の添加物を使用すべきであり、かつ、保守レベルは1リットルあたり、約2 0ラムでなければならない。少量の添加は、アルコール発酵後およびマロラクティック発酵の前の赤ワインにおいてのわずかな酸化と、 作酸菌の繁殖を防ぐことが可能である。もしワインに二酸化用を添加しなかったら、ワイン作りの実践がいかに衛生的であったとしても、ワインは容易に細菌の腐敗を被むらなければならなくなる。ソルビン酸カリウムは、酵母などを含む細菌の繁殖を制御、特に瓶内の甘口ワインのために有効な物質である。しかしながら、潜在的な危険の一つは、 強力で不快な副産物であるゲラニオールへのソルビン酸ジオ独自の代謝である。ゲラニオールの生成というのはマロラクティック発酵中に液中にソルビン酸が存在する場合にのみ起こり、これを避けるためには十分に殺菌された瓶に入れておくか、液に細菌の繁殖を抑えるのに十分な二酸化用が含まれている必要がある。滅菌した状態でボトリング際には ろ過が欠かせなくなる。しかし、一部のワインメーカーは、防腐剤を使用していない天然のワインを製造している。通常、ワインが瓶詰めにされ、コルクセンをされると、摂氏ゴッドに近い温度で冷凍状態にされる。ワインの醸造過程において、ろ過は、成長化と微生物による安定化の二つの目的を達成するために行われる。 成長は液体の外観に影響を与える比較的大きな粒子が除去する作業である。一方で微生物による安定の作業ではワインの安定性に影響を与える微生物は除去されるので再発酵あるいは腐敗の可能性が減少することになる。浄化の過程は素洗浄が必要な5から10ミリメートルより大きなものや 浄化及び研磨が必要な1から4大きいタイプの粒子の除去に関係している。抗菌的安定化においては、最低でも、酵母の場合は0.65ミ、mm、リメートル、最近だと0.45マイクロメートルの保持率を持つ、フィルター処理が必要となってくる。しかし、このレベルでのフィルター処理は、ワインの色やコクを軽くしてしまう可能性もある。微生物安定化は、無菌性。 すなわち、あらゆる形態の生命及び他の生物学的因子の排除、または死滅を意味するわけではない。それは単に相当量の酵母とバクテリアが無害なレベルまで除去されてワインが安定したことを意味する。ワインを菓三35度の冷蔵庫にて保管することで液体の成長を自然に行うことができる。ワインが落ち着いて成長するのには約1ヶ月かかるが、 その際、化学物質は必要とされない。糊り付きのラベルをワインの瓶に貼る機械ピロア硫酸ナトリウムの最終容量はワインを保存し容器内での余計な発酵を防ぐために添加される。続いてワインが入った容器は伝統的にはコルクで封印される。コルクはコルク菓子の樹皮を剥離し加工したものである。近年では特有の汚れが少ない合成コルクや スクリューキャップなども使用する。ワインの醸造における最終工程は密封のためにあらかじめ加熱された容器の上部にカプセルを取り付けることである。伝統的にはビントナーという呼び名を持っているワインメーカーは普通ワインを製造することに関しての保証が認められたもののことを指す。彼らはワイナリーなどの従業員である場合も多い。以下は ワインの生産が盛んな15カ国のリストである。ジャンシス・ロビンソン、ジャンシス・ロビンソン、S ワインコース、A ガイドツー・ザ・ワールド・オブ・ワイン、BBC ・ワールド・ワイド・リミテッド、P39 サドラ、クリス・アイトライド、A ボトル。オブ・ザ・ニュー・シンセティック・ワイン。 スレート、http コロンスラッシュスラッシュ www. スレート .com スラッシュアーティクルズスラッシュテクノロジースラッシュフューチャーテンス2017-11エーバワイナリー S ニューシンセティックワインドーズンティーテイストハーフバッド HTML2017 年11月18日閲覧エンザイムズインフードプロセッシングネゴデウイタナディラック W リ,リード ジェラルド、1913から2008、サンディエゴ、アカデミックプレス、ISBN9 兆7801億2513万6303、億力2703万4539、リクワイアードアナリティカルテスト4ワイナリーズ、ビューローオブアルコール。タバコ、アンドファイアラームズ、2013年5月9日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 ABC yards, the Vegan Wine Guide, a b c ビギアードズ、ヨースト、ザ・ビーガンワインガイド、t a s、e e、t, t e b e t t e r c o m 2008年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年3月16日閲覧。コルクについて知ろう。デスタ。2020年5月16日閲覧。ワインビジネスマンスリー1512006。 winebusiness.com2013 年3月16日閲覧ワインビジネスマンスリー1 1 1 5 0 6 w i n e b u s i n e s s c o m 2 0 1 3年3月16日閲覧ワインビジネスマンスリー9 1 5 0 7 w i n e b u s i n e s s c o m 2013年3月16日閲覧イタリアンワインセントラルありがとうございます